超南町は、千葉県長鮮郡に、かつて存在した町である。現在の長南町の中部に位置している。1889年の町村政施行に際して、上、羽生郡部級村として発足するが、翌年には調整を施行して、超南町に改称。1955年、昭和の大合併により廃止され、新設された、長南町の一部となった。 このため現在の長南町は、同音であるが本町とは異なる、自治体である。本校では、前市として、中世に、上佐武田氏が、拠点の長南城を置き、近世には、暴走中央間の次立場、在京町として栄えた長南塾についても言及する。現在の長南町長南、坂本、倉持の三地区に相当する。長南地区にある、長福樹寺は、 延暦17年に、漢武天皇の直眼により、最長によって創建されたと伝えられる古札である。10世紀に成立した和明類受賞には、坂本、倉持がそれぞれ、羽生軍坂本座と、長良軍舎持座ととして見られる。平安時代末期、両生軍の長良軍が解体し、その南部に中性的軍教として、長南軍という軍名が現れるようになる。この、 長男は、長南とも記され、長南宗や、長南郷といった地名でも呼ばれた。官務兵士和佐氏一族の長南氏は、当地の開発領主と見られる。15世紀半ばには、和佐武田氏の武田信長が、長南城を築いて、居城としており、その子孫は、長南、武田氏あるいは長南氏を称した。天正18年、武田と吉の時に、 長南城は陥落した。江戸時代、現在の長南地区は野岸村と称していた。野岸村は暴走中央間の次立場で在京町として栄えた。天明の頃の状況として野岸村はハブ軍内で唯一の市場であり、周辺諸村の人々は物の売り買いのためにつ日に一度は通っており、親号と心得ていたという。野岸村の豪農、 今関家は土地を集積し、貸付業や酒造業を手掛けた。今関家には一条院宮家から許されて建造したという、くげ門と呼ばれる門があり、当時の威信を伝える。明治初年に、八岸村は、長南塾と交渉した。明治初年には、暴走一帯の旧幕不良、旗本寮を管轄する暴走地検事、柴山文平が、 長南塾の上徳寺を県庁として使用した。東都海国浜松藩六万国の領地を、和佐国に移された、井上正直は、明治2年2月に新領地に入り、長南塾の今関家に今を構えて、仮本屋へとし、長福寺寺を仮の拝聴とした。井上家は、明治3年4月は、鶴舞に、陣屋が完成するまで当地を、藩の拠点とした。 町村制の施行以前、この地域の地方制度は、以下のように変遷した。1884年に、古町役場の所轄区域が改定された際に、長南宿、倉持村、坂本村が一つの連合となった。1889年の町村制施行の際に、この三宿村が合併して、武宮村を編成した。 明治22年千葉県町村文豪資料によれば、旧村の名前の一つを選ぶことを避け、日本穂高が東西の檻に太鼓森と呼ばれる丘に、陣営を設けたという伝承から、部、丘の字を取ったという。翌1890年、長生志向の上町南町に改称。上ず武田市の居城である町南城に由来する。町福樹寺。 2015年撮影江戸方面と大滝、勝浦方面を結ぶ暴走中央館が通り、長男は次立場として栄えた町である。茂原町と道路が接続していたほか、長南宿の南では、上ず一宮方面に向かう道も分岐していた。暴走中央館には、坊坂などの名で呼ばれる難所もあったが、明治時代には改修工事が行われ、振動が開通した。 明治初期、短期間ながら、統治を支配した鶴舞藩は、長南と新城下鶴舞との間が、通行困難な山道であったために水道を改作し、道路を開通させた。茂原長南近辺の概略図。赤線は、長南茂原間を落としゃ緑線は、南総鉄道。黒線は、外房線。明治後期、茂原町と、 超南町の間を結ぶ一車軌道、超南茂原まおと車軌道が付設される。超南町付近で生産されていたカマスムシロや米の輸送が主目的であったとされ、旅客輸送も行った。1909年の開業時は茂原と大向きの区間であったが、1913年には地蔵町まで貨物輸送路線を延伸した。しかし、 1921年に、超南町でも乗り合い自動車が運行されるなど、自動車交通が台頭する中で1926年に廃止された。大正中期にはすでに人車軌道が時代遅れであるとの認識が現れており、これに代わる蒸気鉄道の敷設計画も持ち上がっていた。茂原から長男を経由して、鶴舞町に至る免許を取得した南宋鉄道が、 1930年に、茂原笠森時間で開業。町域には、長南もっと、宿駅、長南駅、かずさ倉駅といった駅が置かれた。しかし、南総鉄道は、経営不振のために1939年に、廃止された。1917年に創立された、小港鉄道は、バス路線を運営し、長南もその路線の一部に組み込まれた頃には、 長南千葉、長南もバラを結ぶ路線があった。南総鉄道は自動車部門を持ち、鉄道部門の廃止後も、笠森自動車として、運営を続けたが、1944年、戦時統合により、小港鉄道に統合されたに買収された後、1944年に、小港バスに統合とある。1944年、笠森にあった南宋鉄道本社跡に、 小港バス、茂原営業所笠森車庫が置かれたが、1971年に、長南車庫に移転している。ありがとうございます。